ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。飯田さん、今週は、はい、いきますよ。こちらの企画をお届けしましょう。ゲッターズ飯田が突然ですが電話で占います。だいぶ浸透してきたよね。あ、もう浸透してきた。だいぶ最初の頃の出ない出ないから出るよね。まあこちらもちょっとねテコ入れしまして、はい、時間をちょっと考える。まあちょっと遅めにしましたからね。ちょっともう仕事が終わった時間かなと思いますんで、はい、ぜひぜひ、はい、今年一発目ですから。あ、もうこれはね今年占う意味ではダメだったら本当兵頭さんに帰れ俺に影響があるんですか。当たり前で。ちょっと兵頭さんが笑ってる。でもそれはそれで聞きたいですけどね、兵頭さんのやつを俺もちょっと聞いてみたいです。応募されてきた方の中から当選した方に今から事前予告なく電話をかけて、まあ、いきます、はい、運よく電話に出られたら飯田さんに占ってもらえるというコーナーでございます、はい、お願いします。最初に逆転する方はこちらでございます、はい、福島県30代後半女性夏美さん。ありがとうございます。毎日サイトで占いを確認しラジオも毎週聞いています。今日はゲッターズ飯田さんと億万さんにお礼を言いたくメッセージしました。俺はいいのよ、俺には言わなくて。昨年2年間付き合った彼に5月に振られてしまいました。その後落ち込んでいましたが前を向こうと思い立ちゲッターズ飯田さんの本でいい日を調べ10月に婚活イベントに参加しました。すると素敵だなと思った方とマッチングすることができ、2回目のデートで告白してもらい交際が始まりました。おめでとうございます。すごいすごいすごい。もう占わなくていいよ。いやね、幸せじゃないね。現在付き合って3ヶ月経ちます。本当にありがとうございます、うん、よかったです、ね、一緒にいてとても楽しく共通点も多く自然と結婚の話が出るようになりました。2人とも結婚願望があり今年話を進めたいのですが2人とも銀のカメレオン座で裏運気の年に入ります。入籍にいい時期があれば進めたいのですがいい時期はありますでしょうかということでございます。さあ早速かけます。あ、でも日のデータ持ってきてないな。でも裏同士だったら別にいいよ、はい、裏同士だったらいいんですか。逆に逆同士だからどっちか乱れるわけじゃないので、同じだ。さん出るかな。出てよ。お、はい、もしもし。もしもし、どうも占い師のゲッターズ飯田です。夏美さんでしょうか。本当です。そうです。あこんばんは。こんなドッキリありませんよ。大丈夫です。おめでとうございます。今大丈夫でしょうか。お電話大丈夫です。今億万くんもいます。はい、億万です。お願いします。よろしくお願いします。今ちなみに何されてるですか。今家にいて、はいはい、家でちょっと実家でも仕事をしていて。ああ、なるほど。じゃあ全然電話は大丈夫な状況ですね。はい、大丈夫です。はい、はい、いやもうなんかありがとうございます。幸せがすごい溢れ出るメールでしたけどもね。え、よかったですね。今読みまして、はい、はい、いい感じなんですよね。 まだ当然いい感じです。お、はい、結婚の時期を、はい、うん、で今お二人占いまして、はい、一応彼、うん、過去に、はい、一回結婚しようとした、はい、しようとした人いたって聞きました。聞いてないです。多分一人いると思うんですけど、うん、はい、この人結婚一度は破棄するって星持ってまして、え、はい、してるといいんですけど、はい、もししてないと夏美さんで結婚破棄する星使うパターンがありまして。やだね。あ、そうなんですね。それがちょっと気になったところはあるんですけど、はい、まあまあ全員が全員じゃないので、うん、過去同棲したことあるとか、はい、結婚本気でしようかなーって、あー、まあ、結構別にまあまあ若い時だから口約束だけで別にしなかったよみたいなのが一回あると本当はいいと思います、はい、で相性がめちゃくちゃいいので、はい、おー、ありがとうございます。よかったよかった。で裏運気の疑い裏なので、はい、はい、一応大丈夫なんですが、はい、真裏同士の結婚でくると、はい、注意点が来年、はい、2024年の年末になると、彼のせっかちなの、はい、彼のせっかちと彼のやや口が悪いのね、はい、あ、はい、余計な言葉を喋るところが悪く取る、はい、一回悪く取れるように移る時が来年来るので、はいはい、そこと夏美さんも根が生意気なので、根が生意気すぐ反発するでしょ、はい、そうですね、はい、色気がすぐなくなるんで、はい、美意識は持ってる割には色気なくなるって癖があるので、そこが彼からしてみたらなんか付き合ってと結婚してとか、はい、なんか雑になったんじゃないみたいなことが出てくるところがあるぐらいで、はい、今年ご両親も挨拶してるんですか。まだそういうの進めてないんですか。あ、まだです。これからする予定です。で彼が結婚しようって言ってるならもうすぐした方がいいです。え、はい、最短だったら、はい、今ここは今、はい、でもその話出たの先月とか先々月ですよね。あ、もう一回よろしいですか。その彼が
はい、本当そういう話が盛り上がったの先月とかですよね。そうですね、そうですね、年末12月ぐらいからです。そうですね、先月ですもんね、はい、じゃあ、はい、早い方がいいので、はい、今月中がいいです。うわ、今月ですか。1月中、今月中にもするって言えばいいです、ちゃんと。あ、意思表示としてご両親に話、ご両親、会える距離なんですか、ご両親は。ちょっと遠いですか。私の両親は会える距離なんですけど、はい、彼が少し遠いです。彼はちなみにどのあたりなんですか。彼、名古屋ですね。名古屋か、まあちょっとね、はい、名古屋か、なん、どうしたんですか、はい、名古屋はちょっと特殊な文化がありまして、うん、嫁側がごっそり持たなきゃいけないんですね、はい、あの式場のとかそういう結婚費用とか、ああいうのとかは、はい、だって、はい、娘3人生まれたら一家潰れるみたいな、聞いたことある、聞いたことある、はい、結構見えっぱりとは変な文化がちゃんとあるので、うん、はい、まあでもそんなこと関係ないよって多分彼は言うと思うんですが、名古屋か、はい、名古屋、名古屋市内の人ですか。市内だと思います、はい。へーおでもちょっと、でも休みがなかなかないか、会わなかったらね、ちょっと遠いかもしれませんが行って挨拶をする、はい、まあ今ズームとかあのね動画であるので、そこでちょっとご挨拶するみたいな感じ、はい、今月中に1回やっとくといいです。今月中に1回、はい、はい、やっとくと話が進むと、はい、2023年ですと7月、はい、9月、はい、11月に入籍したらいいです。11月、はい、はい、このタイミングの方、特に、はい、特にいいのは何月ですか。特に教えてください。特にいいのが11月なんですが、はい、が次が7月の 7なんで、はい、11か 7月ってなんか思い出がある日があるんでしたらそこでしとくといいと思います。はい、はい、どうですか、思い出ありそうな日あります、11月とか。あ、でも、うん、出会って1年経つのでそれくらいがいいのかなとは思ってました。じゃあそこで、いいじゃないですか。じゃあで彼は盛り上がってるうちは絶対話さないので、好き好き言うと逃げちゃうので、はい、え、あ、そうなんですね。かっこいいとか褒めるのいいけど、あんま好き好きべったりすると急にふ、はい、ふって冷めるので彼の火がついてる間に結婚した方がいいと思います。すげえ。安心すると急に結婚願望ぐわって減ってくるんで、はい、今のうちの方がいいと思います。あ、ありがとうございます。はい。はい。そんな感じで、なんか他に聞きたいことありますか。あ、子供を持てるでしょうか。お子さんですか。お子さんが、はい、2020、まだ、ね、まだまだお若いですから。来年2024年と。2025年に2026年出産出てるんで、おー順調にいくと思います。1、2、3、2014、5、6、7、8、2028年まで出てるんで、やりましたね、大丈夫です、はい、来年再来年は妊娠しやすい、はい、ちょっとでも食事のバランスが悪いので夏美さんが整えるのと、はい、ちょっと多少ですね、夜がちょっとワンパターンなんでもうちょっと頑張った方がいいですよ。どっちが、え、夏美さんが、夏美さんが、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、夜はパターン、まあでもね、そう、はい、まあ愛があれば気をつけます、はい、はい、そんな感じでよろしいでしょうか。うん、はい、じゃあ今年のうちにウラウンキでも動いても大丈夫ということで、はい、今月中にまず動いてください。はい、でウラウンキでの結婚、まあどっちかで片一方でもなり、まあ6年後に大波乱が起きるので、え、はい、5年後、まあ、お子さん生まれてからですけど5年、4年後とか5年後とか喧嘩とかしないように、はい、彼をちゃんと褒め続けたら大丈夫なので、はい、ちゃんと褒めてください、何歳になっても、はい、そしたらうまくいきますので、はい、はい、ありがとうございます、頑張ってください、はい、頑張ってください。あと1点だけですか、すみません、はい、ありがとうございます。あの彼が海外赴任とあと全国転勤ある予定なんですが、あ、そうなんですか、はい、それも私も一緒について行った方がいいでしょうか。そうですね、ついてった方がいいですよ、うん、あ、わかりました、はい、ついてって褒めるってことじゃないですか、はい、そうついてって褒め続ける、はい、でも彼は定住ってのは家を買って落ち着くあんま出てないので、移動してる方が彼多分好きだと思うので、はい、はい、じゃあついていきます、はい、はい、ついてってください、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。いつも元気いただいてます。ありがとうございます。こちらこそございます。お幸せに。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。いや、すごいですね。まあ、一個その結婚の破棄だけ一個気になるな。でも過去にしてると思うけどね。まあでも言わないですよね、あんまね。
4年前と5年前に結婚を考えてるやつがいてみたいなことあんま言わなそうですもんね、うん、まあ、まあまだ言わないよね、うんうん、でもなんかしてたと思うよ、同棲かなんか、うん、若い時ね。そうしてればいい、問題ない、うん、そうそう問題ないと思います。はい、じゃあ続きましてもう一人いきましょう。はい、今日お願いします、ね。大阪府は30代前半女性ゆきなさん、はい、ありがとうございます。30代夫婦ですが妊活について悩んでおります。2年前に夫婦で医療機関を受診し授かりにくいとの診断を受けましたが、自然妊娠を目指してこの2年過ごしてきました。今年体外受精に挑戦すべきか悩んでいます。子供を考える上でベストな時期はあるのでしょうか。ちなみに私たちは夫婦で音楽関係の仕事をしております。飯田さんのご生産心占いの本によると23年は夫の運気が良く法人化も検討していますということです。はい、2つ悩んでるんだね、妊活と法人化ね、どうするか。さあ、さあ出てくれるかな、ゆきなさん出ますかね。大阪府、ん、出た。もし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 、どうも占い師のゲッターズ飯田です。当たりました、ゆきなさん、おめでとうございます。よかったですね。目の前に億万くんもいます。億万です、お願いします。億万さん、どうも初めまして。あ、どうも初めまして。それは大体初めましてですもんね、すいません。なんか妊活について悩んでいるという今メールを、読みました。ゆきなさん、今お電話大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。何中ですか。今夫とテレビ見てました。じゃあもう横にいらっしゃって、はい、ちょうどいます。え、あのスピーカーにしてもいいですか。どうぞどうぞ。それ多分許可いらないです。ありがとうございます。テレビのね、テレビの音だけ、そう、テレビの音だけ切ってもらって。ご主人、はい、テレビあの止めてますので大丈夫です。ご主人も聞こえてます。あ、もしもし。あ、すごい、ゲッターズ飯田です。あ、はじめまして。はじめまして。